クルッポ。変態プリズン。はいどうも、逃走中ドレンのつくもです。ということで体験、変態プリズン体験版実況プレイパート9ですかね、続きからやっていきたいと思います。その後連中からの嫌がらせはなくなった。どうやら首謀者2人は懲罰房に入れられたらしい。他の手下たちは事情聴取の後相応の罰が下ったという。お互いに罪をなすりつけ合ったそうだ。仲間割れは良くないことだけれど、それほど深い関係性でもなかったということなのだろう。どちらにしろ俺にはもう関係のないことだ。今日の夜はとんかつだ。同時に無関係な囚人たちからの攻撃もなくなっていた。列で小突かれることもなければ髪の毛が生えていることもない。ご飯もちゃんともらえる。嬉しいな、周一郎。ああ、天津くん。花丸蘭、いや、花丸蘭が言っていた。結局、こういうのは舐められているのが問題なのだと。その花丸たちをぶっ飛ばすことで、俺はその格ってものを手に入れたようだった。俺はとんかつが、お刺身の次に好きだ。一枚の紙に目を通す。1ヶ月のスケジュールが書かれた A4 よりも少し縦長の用紙だった。チューリッププリズンでは免業日、有名人などが慰問なんですかね、慰問で、訪れることがある。俺はまだ見たことがないけれど、ライブや講談、漫才などを体育館で披露してくれるそうだ。原則として出演料などは出ないのに、有名な芸能人なども来るらしい。理由は定かではないけれど、一説によれば、かけながらヤクザがお金を払っているとか。刑務官のみんなヤクザみたいなものだもんな。それくらい刑務所と暴力団関、組織というのは、密接な関係にあるということだ。今日は何もないらしい。少なくともこの1ヶ月は来ることがないようだ。なら今日はのんびりと過ごすことにしよう。とてものどかだ。のどかだな、周一郎。誰からも狙われない休日を送るのは久しぶりだった。気ままに歩き回っても殴られないし、ドスケベ攻撃を受けることもない。事件は一応の解決を見せたけれど、根本的な問題はまだ残っている。このプリズンでどう生き抜いていくかということだな。ああ、チューリッププリズンには危険がはびこっている。優しい顔をした人間がいつ牙を剥き、こちらを食い物にしようとしてくるかわからない。結局ここも変態が変態を餌食にする魔境なのだった。どんな人間を信じたらよいのか、どの人間に気をつけなければならないのか、俺は人を見る目を養う必要がある。君、0720番だね。振り返ると男囚人が立っていた。年は30から40の間くらいで、人付きのする笑顔を浮かべていた。君に用があるんだ、ついてきてくれるかな。なぜ？一物を取られたくなければついてくるんだ。わかるだろう？声色は優しげでも、有無を言わせない圧力があった。返事も待たず歩き出す男についていく。その囚人は堂々と肩で風を切りながら歩いた。そういう仕草はうまく隠さなければ看守たちから目をつけられる可能性がある。途中看守とすれ違う。だが胸の大きな女看守は鼻を鳴らしただけで何も言わなかった。到着したのは俺がまだ入ったことのない建物だった。何をする場所かわからないけれど、ドアがたくさん並んでいて、どこか教室を思わせる。その一角で立ち止まり、ようやく男は振り返る。ここで待っているんだ。逃げ出したらどうなるかわかるかな。そう言い残して部屋の中に入っていった。すると入れ違いのように一人の少女が向こうからやってくる。名前ですか？紅林とはクリーニング工場の一件以来久しぶりに会った。その後問題の一端を担っている可能性があるとして、彼女はすぐに別工場に飛ばされてしまった。友達というわけではないから別れの挨拶もしなかった。どうしてここに？食堂のおばさんに言われました。向かわなければ乳首が大変なことになると。お前はなぜです？俺も知らない囚人に一物を落とされた。ついてきたらよくわからない施設だ。彼女も何のために呼び出されたか分かっていないらしい。入りな。低く響くような声が部屋の奥から届いてくる。室内は真っ暗だった。
ずいぶん芝居がかった演出ですね。ここはどこだろう。ここはレクリエーションルームだよ。囚人でも申請を出せば借りられるって体になってるけどな、一般的な囚人が借りることはできない。だからここは私たちの島ってことになるな。照明がつく。俺たちの前にこわもての人間がずらりと並んでいた。険しい表情を浮かべこちらをにらめつけている。中央に細身の少女が座っている。ご足労いただいて悪いな。一目でわかる。あの一番年下の女が空間を制圧している。集団の中で一番偉いのだと思った。てめえらかい。面白い絵描いてうちのガキを懲罰房にぶち込んだっていうボンは。口を開くと部屋の温度が数度下がるような気がした。君は、なんだてめえシャバゾウが、口の利き方丁寧に叩き込んだろうか、ドジャンベラ。優しげだった男が青筋を立てて怒鳴りつける。それを制して少女は薄く縁で見せた。私の名前は畑江妙香、日本任侠連合九州支部統括理事、畑江組の組長だ。畑江組、確かあの小沢という男が所属しているというヤクザ組織、その長が彼女らしい。組長。そう、組長。すごい、組長って実在するのか。しかも俺とそこまで年の変わらない少女がヤクザの親玉をやっている。まるでうまい例えは出てこなかった。なんか漫画みたいだなと思った。疑うかい。いや、貫禄がある。エゴ使えや。誠にごめんなさい。なめとんのかおら。いいいい、大概は驚かれるんだけどな。それでボンたちの名前は。ゼンラム。ドローンガール。しゃらくせえこと言うんじゃねえよガキども。てめえらは人間だろ。木のまたぐらから生まれたんじゃねえ。その名前だよ。プリズンでは二つ名で呼び合う習慣があったけれど、組長はそんなものどうでもいいという様子だった。港周一郎。紅林ノアです。いい名前じゃないか。大切にしな。さて、それじゃ本題だな。てめえらをこんなところまで呼び出した理由さ。理由はどうあれ、てめえらはうちの組員に猛者をつけたんだ。このまま放置してたとあっちゃ畑組の示しがつかない。一つの敵倒したらまたその上の敵が出てくるっていうパターンですね。だから相応の落とし前ってもんをつけてもらう必要がある。落とし前？ヤクザのけじめって言ったらわかるだろ。指ですか。縁故爪だよ。指一本ここに置いていってくれるか。突き出した小指を地面に向けて下ろす。指を置いていく、つまり切り落としていけということ。別に股間にぶら下げてるものでもいい。それより指の方がマシだよ。それでは縁故爪じゃなくチンコ爪になりますよ。あれは連中が一方的にしたことだ。俺たちは。おーおー、ビビりよって泣き入れろんか。吐いた唾飲み込んで出すさけないの。自分のケツくらい自分で拭くのが通るだろうが。違うか。でも舐めた態度しくさりやがって飛んじゃろうか。うん、ごちゃごちゃ言わんと早やるかい。やり方がわからんのだったら俺が代わりに切り落としてやろうや。容赦なく悪態が飛んでくる。怒号が耳、なんていうんですかね、耳タブですかね、耳タブを打ち鼓膜が麻痺するようだった。黙らねえかてめえら。けれどその声はレベルが違った。足の裏から響いてくるような声だった。私たちが怪我をすれば大問題になりますよ。そちら方の相関係数が上がってしまうのではありませんか。へえ、それがどうかしたのかい。ここにいる人間がそんなことを気にすると思うかい。ケーキが数年伸びるだけの話だよ。食堂のおばちゃんもそっち側なんですね。これは猿大家分の言葉ですが、こうおっしゃっていました。満期出所はヤクザの花。警察の取り調べよりも迫力が。有無を言わせぬ空気。理由を聞いてくれるような雰囲気ではない。てめえらにも言い分があるだろう。けれどこれが私らヤクザの道理だ。組長はどこからか刃物を取り出す。調理場の包丁らしいそれを畳の床に突き刺した。筋もんと喧嘩するっていうのはこういうことだ。いやでも、ガタガタ抜かさんととっとと覚悟決めんかい。それは
まるで部屋まで揺れるような怒号だった。こっちとらダイモン背負ってこの影をやってんだ。素人の物見えさんと違うぜ。表情が固まってうまく動かない。片木のガキが極道にモサつけたんだ。そんな舐めた態度取られたとあっちゃ、あたしらはおテントさんの下歩けるんだよ。左右から男たちが俺の腕を掴み地面へと組みつく。人形を操るように左腕を組長へと差し出させた。覚悟が決まらんのだったらへし切ってやろうか、オンドル。彼女は床に刺さった刃物を引き抜く。男だったら腹くくって潔く指詰めんかい。俺はここで左手の小指を失う。小指というのは軽視されがちだけれど案外大切な役割を果たすんだと聞いたことがある。今後国交を持つときなどに支障が出るかもしれん。まあ指であれば構わないか。ああけれどそれだけ。この後に及んで強がりなんざ、いい根性してると言いたいところだが、たったそれだけだ。失うのが小指なら被害は少ないと言っていい。理由は露出に影響がない。だが彼女は許してやってほしい。なぜだい。なぜって、盗撮には指が必要だろう。指がなくても服は脱ぐことはできる。ならばここは必要な犠牲だと思うことにしよう。自分のプライドにかけて行ったことであれば悔いはない。俺は静かに覚悟を決めて目をつむる。しかしいつまで経っても包丁が振り下ろされる気配はなかった。目を開けると組長が小さく震えていた。そしてこらえきれないというように大きく息を吸い込んだ。大爆笑が起こる。俺を押さえつけていた男たちも隣で笑い転げていた。ヤクザの訓録にビビんねえたら。なかなか愉快な少年たちもいたものです。しかもその理由が露出かい。おい危ねえだろうがてめえら、そこの小汚ねえやっぱを半端まで戻してきな。試していたってわけですね。張り詰めた空気が一気に弛緩していく。どういう理由かはわからないが、バカにされているという感じではなかった。俺たちだけがさっぱり理由を理解できない。指詰めないの。まさか道理も無視して肩着に手を出したとあっちゃ。それこそ私らの世界じゃ恥もいいとこだよ。ええ、そのような真似をしては仁義のないチンピラも同然です。てめえ俺たちに仕込まれてひるまねえとか若えのに気を去ってんじゃねえか。ゴー。でも俺は旗への狂犬がどうのこうのって。ああ旗への狂犬か。あいつは肩がいいから外野にしたんだが、バッティングの方がいまいちでな。そっちの狂犬なんですね。要領の悪い人ですよ。カッコつけて未成年に手を出すような真似をしたら即座に逃げられ、思わず服を引っ張ったらビリッと破け、おひれがついてなぜか強姦扱い。まったく極道野球大会の前にしょっぴかれるとは仕方のねえガキだ。なんか聞いていた話と少し違うなと俺は思った。ともかくどうやら小指は助かったらしい。てめえらをここに呼び出したのはただ忠告したかったからだよ。このプリズンで極道を束ねているのは私たちだが、うち以外にも組織は5万とある。中には道理もへったくりもねえ連中もいるもんだ。だから辻門に喧嘩売るのはやめときなというつもりだったんだが。まるで数年ぶりに笑ったかのように心底楽しげな笑いを漏らす。つまり俺たちのことを考えて呼び出したということになるけれど。質問です。なぜ全くの他人である私たちにそんな忠告をする気になったのか、それが理解できません。であればやはり脅しと捉えるのが合理的だと思いますわ。そりゃ私が囚人たちの顔役だからだよ。お嬢ちゃん顔役。てめえら懲役が問題を起こさないように監視し、何かあったら仲裁する仕事だ。まあ今回みたいに事後処理になることもあるが、囚人が問題を起こして困るのは同じ囚人だよ。監視の締め付けが厳しくなるのは大抵大きな問題の後だ。そうなれば次に大変になるのは監修先生だろ。原則受刑者同士の揉め事は両方に罰を下さなきゃならねえ。白黒はっきりつけるときは審問会を開く。こ
いつは手間だろ。だから自分たちの問題は自分たちで面倒見れば監視どもは楽になるし、監視の目も緩くなる。つまりお互いウィンウィンだ。簡単に言えば、揉め事を起こさないよう懲役どもを抑えつけて比較的平穏なプリズン生活を作るのが私たちの仕事ってわけだ。ここに来るまでの道中について思い出す。すれ違った監視も顔役には悪態をつかなかった。つまりはその教育の仕事を顔役に一任していたということか。各房にはそこの囚人を代表する顔役っていうものが必ず存在する。で、その顔役を取りまとめている顔役の顔役が私ってことだよ、ボン。そしてこのレクリエーションルームの占有を黙認されている。つまり旗へ、何でしたっけ、旗へ対価、対価ですね、対価組長はチューリッププリズンの中で自由を有する数少ない囚人だから、免許日にもジャケットを着ることが許されているのか。それはすごいなと思った。ちなみにわいせつ坊の顔役は確かクソ森とかって呼ばれてたよな。やっぱりそんなにすごくないかもしれないと思った。まあ確かにね。寝ても覚めても監視への付け取りに不審した結果、顔役ということになっている助手ですな。ってことは事実上わいせつ坊には顔役がいねえってことだ。普通は坊の間で争った場合、顔役同士で手打ちにするもんだからな。あいつ役に立たないなと思った。確かに。それでてめえらは何でプリズンにぶち込まれた。変態マウント。生意気な小僧だね。誰ぞがどれだけ変態だろうが私たちには関係ない。そんなくだらねえもんで競うつもりはないよ。ヤクザが一番まともなプリズンってどうなんだろうと思った。確かに一番まともで話が通じる相手ですよね。盗撮で懲役4年です。ボンはロスだ。刑期は10年。え、露出で10年。うん、盗撮で4年も大概なもんだな。当然わいせつで10年はねえだろ。それでも露出だけだ。後ろのヤクザたちが顔を見合わせる。どういう意味か理解できず、鼻じろんじろんでいるか、ね、様子けれど組長だけが思いっきり表彰を上げた。なるほどなるほど、てめえはそれしか認めてねえってことか。察しのいい人だった。俺は露出も罪だとは思っていない。なかなか面白いじゃないか。てめえ気に入った。もし何か揉め事が起こったらこの旗へ対価に相談しな。道理が通ってんなら助けてやろう。俺は人を見る目を養う必要がある。だからまだ自分に人を判断する力がない。それじゃあ一つだけ質問したい。なので聞いてみることにした。なんだい。君は何の罪で投獄されたんだ。空気が再びピリッと張り詰める。しかし組長だけは不敵に笑ってみせた。ここの囚人はみんな無罪だよなあ、てめえら。はい、ということで、またね、新たな主要キャラクターが出てきましたね。畑井さん、首長、ですが、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。